日のお話はスピリチュアル的なことではなくて現実的なお話となります。夢をサクッと叶えていってくれるレールがあるんですね。それはですね、ズバリ新月からでございます。このチャンネルは自分のことを大好きになって大好きな彼、お金や世界から愛される方法をお伝えしているチャンネルとなっております。本日のテーマはこちら、願いがなかなか叶わない状態から小学生でもできる実現方法ですね。今日はお話をさせていただきたいなと思います。つまりめちゃくちゃ簡単なってことなんですね。で、皆さん、今日の動画はですね、願いが叶わない2つの理由、そのとあることをすることによって願いが叶わない2つの理由を潰して夢をね、サクッと叶えていく流れにね、持っていくことができる方法を最後お話をさせていただきますので、ぜひ最後までご視聴ください。それでは早速いってみましょう。はい、ということで皆さん、ペキオスの法則とか願いが叶うためのあれやこれやをですね、日々実践されている方も多いんじゃないでしょうか。例えばありがとうを言ったり、感謝ノートを書いたり、ポジティブな方向に目を向けたり、例えば婚活でもビジネスでも何においてもこういうことを叶えたいなと思った時にね、その願いを何回もノートに書くとか、成功頑固に身を置くとか、いろいろとあると思うんですよ。例えば一日に本をね、必ず一冊を読むとか、日々徳を積むためにトイレ掃除を欠かさずやっているとか、皆さんいろんなね、自分の人生をより良くしたいっていう思いのもと、いろいろと素敵な行動をされているかなと思います。で、今日のお話は、感謝ノートとか、ポジティブな方向に目を向けましょうとか、そういったスピリチュアル的なことではなくて、現実的なお話となります。で、ヘキオスの法則って、まあ、その名の通りね、自分が感じた感情や、自分が今考えている思考が未来にやっていけますよっていう、自分が放ったものがやってくるっていう、まあ、シンプルな法則ですよね。だから、世界っていうのは、第三者が作るものではなくて、自分自身が作ることができるっていうものが、ヘキオスの法則なんですけれども、多くの人がね、夢を叶えたいって思いのもと、あれやこれや頑張ってるじゃない。でも、時間がかかりすぎてません？どうですか？今この動画を見てくださってるあなたは、自分の何か目標に向かって動いてる中で、早く叶ってよとか、3年も5年もかかってるよとか、そういったことないですか？すぐに現実になってほしいっていうエゴを、まあ、持ちがちなんだけれども、この地球に生きているっていうことは、夢を叶えるためのプロセスを楽しんだり、いろんな感情を経験しながら、いろんな人間関係を構築しながら、震わせること、楽しむこと、要はいろんなことを経験したいがためにこの地球に生まれてきてるわけなんだから、すぐに願いが叶っちゃったら生きてる意味がないって言ってもいいぐらいなんですよね。で、一つの映画にしても、主人公が、はい、これやります、はい、できましたっていうストーリーってないですよね。どんな人にでもこれやりたいなっていう思いの中、なんか試行錯誤しながら壁にぶつかったり、ぶつかった時にまたさらに泣きっ面の蜂のようなことがやってきたりとか、でその時にね、運命の何かの歯車が動き出したり、要はいろんなことを経験する、それが人生だから、壁とかトラブルっていうのはピンチなんだけれども、そのピンチがあなたの人生を濃く、そしてあなたを強くしてくれるんですよね。で、まあ、とはいえ、いやもう本当にいい加減にしてみたいな、こんなに頑張ってるのに遅すぎだぞとか、さすがにもう疲れすぎちゃったとか、時間がかかりすぎて心が疲れていると、あ、なんかもう向いてないのかなとか、諦めようかなとか、私ってこんなものだよねって自己評価を下げてしまったりして、その夢に対して、あ、なんかもういいやってね、投げやりになってしまって、夢をなかったことにしてしまったり、それってすごくもったいないと思いません？このね、動画見てくださってる方だから、今日はですね、ぜひこの最後にお話をするたった一つのことを実践していただきたいなと思うんですが、まず夢が叶っていない理由っていうのがあります。まず一つ目は、今の現実に慣れちゃって行動を起こせないでいること。今の自分に満足しちゃってるんです。例えば何かに向かってトライした時にうまくいかないことがありました。また頑張っていると疲れがやってきましたってなったら、皆さんはどうしますか？ちょっと休もうかなとか、例えば私もやっちゃうことあるんですけど、ダイエット中なのにもかかわらず目の前に美味しそうなね、例えばチョコレートありました、チョコレート大好きなんだけど、めっちゃ美味しそうと思ったら、今日はいっかみたいな感じで食べちゃうんですよ。これはダメなんだよね。ダメ、それって
今自分の現実にもう慣れすぎちゃっていると行動する基準値も低かったり行動する思いもそんなに熱量が高くなかったりして高い情熱のもと継続をすることが厳しかったりします。だからまず一つ目の理由は今の現実に慣れすぎちゃっていること。別の解釈で言えば基準値が低い場合ですね。はい、続きまして二つ目の理由が、あなたの潜在意識にその願望がしっかりとインストールなされていない状態だからです。要は、これやりたいと思っている願いっていうのが、実は自分の願いではなくて、親とか先生とか上司とか友達とか世間とか、そういう外野の声を自分の望みだと信じて、心は乗ってないんだけれども、やらなければならないっていう思いのもと頑張っているから。めちゃくちゃ潜在意識レベルで、私絶対にこれを成し遂げるんだ、みたいな気持ちって無意識の領域なんですよ。無意識の領域なんだけれども、自分の願いじゃない場合、例えば私のクライアントさんの話でもあるんですけれども、親は子供のためを思って、将来手に職を持っていた方が子供のためになるから、だから薬学部行った方がいいよとか、看護師になった方がいいよとか、資格を持った方があなたのためですよということで、そのクライアントさんはそんなに好きじゃないのにそこに入ったんですよ。そしたら、本当に好きじゃないから暗記もすごい苦しいし、卒業するのもすごい時間かかったり、その仕事今やってなかったり、それって潜在意識ではやらねばならない、やった方がいい、でもハートはそれは好きじゃないっていう状態で、私たちの意識は脳のラス、ラティキュラーアクティベーティングシステムなんですけど、それが働いていることによって、私たちが意識したことが、私たちのこの現実にやってくるんですよ。脳がそれを引き寄せてるの。無限に情報があるから、ラスがあることによって、脳は整理されているから、すごく正常なことではあるんだよね。でも本当に、夢を叶えていく人たちって、絶対的に持ってるのが、熱い情熱じゃないですか。だから本当にこう潜在意識レベルで、もう自分の、例えばこの出血をしたとしても叶えるんだっていう地位自体に意志が出るぐらい強い状態の人っていうのは絶対に夢を叶えていってるんですよね。はい、願いが叶わない、この二つの理由なんだけれども、じゃあそこからどうしたらいいのかっていうことなんですが、今からお話しすることが、誰でもできること、そしてとても簡単なこと、それを実践すれば、さっきお話をしたこの二つの理由をですね、勝手に消えてくれて夢をサクッと叶えていってくれるレールがあるんですね。それはですね、ズバリ今の自分を捨てて理想の自分になりきって選択と行動をすること。現実っていうのはあなたの過去の思考と行動の結果が今なんですね。だから今の思考で選択をしたとしても今と変わらない未来がやってくる。で、あなたが憧れている例えば人とかビジネスでも生き方でも何でもロールモデルっていうようなね、人っていうのがいます。そういう人がいたとしたのならば、そういう人はじゃあどういう一日を過ごしているのかなとか、例えば自分が今ピンチだとしたら、そういう方たちはじゃあどういう選択をし、どういう行動をするのかなって考えたりとか、なりたい自分に自分を重ねていくこと、私はこういう価値観を持っていてこういう人物なんだから私のキャラじゃないしやらない、私はもうどうしても今スッキリさせたいからもう絶対これやるとかじゃなくて、あなたが憧れている人とかなりたい人だったらどう選択するかなっていうことを考えることによって、そっちの流れに行くんですよ。じゃあ例えばさっきの私のダメな例で、ダイエットしてるにもかかわらず目の前に美味しそうなチョコレートがあったら、美味しそう食べちゃうってこれダメ。でも例えばですよ、私がなりたい人物を考えた時に、いつも美しい人っていうのはきっとダイエット中はもうチョコレートなんて絶対に口にしないって思うんですよ。はい、だからね、なりたい自分、そして憧れる誰か、ロールモデルにしてる人だったらどういう選択をするかなっていう視点で行動していくこと。今自分がなりたい自分になってなくて大して成功していないんだったら、自分の思考で考えたとてうまくいかないと思うんですよ。でもそれってなんか自分軸じゃないんですかとか、誰かになるって自分を見失うようじゃないですかっていう意見がもしかしたら出てくるかもしれませんが、それって全くの別問題だと思うんですよね。なりたい自分になるってことは自分の性格も変えることだと思うんですよ。例えば自分がすぐに諦めてしまうような性格だった
ったら何か、例えばビジネスでも美容でも婚活でも結果を出されてる方たちって諦めていない、情熱的に精力的に楽しくね努力をしている。じゃあ自分もそうするってことなんだよ。一つ一つのその日常のスポットにおいて都度考えていただけたらなと思います。本当にさ、自分という人間に対してなんか成功するためだったら性格変わってもいいっていうぐらい、それって私ね素直さだと思うんですよね。なんか成功しない自分っていうのは捨てていく、いかに自分を成功させる自分に合わせていくかだと思いますので、そうやってもっと素敵な未来の自分だったらって思って、なんかある種演じる状態、例えば、まあ、芸能人とかでも女優さんとかトップアーティストの方とかでもプライベートの自分と舞台に立ってる時の自分って絶対違うと思うんですよ。例えば今キャラがちょっとわかんないけど、少し前私テレビ全然見ないから情報古かったら申し訳ございませんって感じなんですけど、ゆうこりん、小倉優子さんっていう方ですね。今ママタレになられていて、で昔ゆうこりんってちょっとコリン星とかさ不思議ちゃんキャラだったんですよね。でもすごく実は頭が切れていて物事の本質を見抜く目がある方だなって私は思ってるし、実際事実だと思うんですよ。なんかその彼女の発した言葉からそう感じたんですよね。ってことはあれは演じてたし、実際彼女も月日を経てあれって演技ですよって言ってるんですよね。だから慣れきってる状態なんですよ。でも実際ああいうキャラをしたことによって彼女は売れましたよね。はい、ということで、ぜひですね、皆様も今日からできるトゥードゥアクションとして、あなたが憧れてる人はどんな人なのか、そしてどういう人物をねロールモデルにしてどういうところを真似ていくのか、学ぶっていうのは真似るの語源から来ております。真似るってことは自分の夢を叶えるために必須のことなんですね。はい、ということで本日の動画は以上となります。普段恋愛と婚活のスクールを運営しております。今がどんなに崖っぷちでも、今が何世であったとしても、夢を諦めそうになったとしても、必ずあなたもヴィーナスたちのように夢を叶えていくことができる、そんな世界をあなたにもぜひ実感していただきたいので、ぜひ私と公式 LINE とお友達になってください。公式 LINE にご登録いただけますと各種テキストや動画にて学ぶことができますので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。この動画が良かったなと思ってくれた方は高評価コメントよろしくお願いいたします。チャンネル登録がまだの方がいらっしゃればそちらも合わせてよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。またね。